FC岐阜勝手に応援チャンネル。はい、当初ということで、今日豊広はカメラマンでございます。なんでこっち側にいないんですか。野口がいないのよ。野口さん、野口がいないのよ。残念。はい、武田は免災家さん初だね。初めてですね。はい、あのお会いしたことは、あの店主さんにお会いしたことはあったんですけど、はい、まさかここ連れてきてもらえると思いませんでした。ありがとうございます。ここが勝手に応援チャンネルとズブズブのラーメン屋さんでございますんで。噂に聞く。はい、なのでじゃあせっかくなんでね、はい、武田さんの食レポっていう形でちょっと今日は。あ、そうなんですか。行きたいと思いますんで。はい、こちらにね、あのメニューの方が、はい、あります。食べたいやつ、気になるやつとかあったりします？でもすごい、この金土限定メニューの濃厚鶏白湯の明太カルボマゼそば、一番大きい目星で書いてますよ。美味しそうですよね。気になりますね。じゃあ早速、はい、中の方に行きますか。行きましょう。はい、じゃあそのまま行ってください。はい、ボケずに入るタイプなんですね。ボケた方が良かったですか。ボケずに入るタイプなんですね。普通にお客様もいらっしゃいますので。ようこそいらっしゃいました。店長お久しぶりです。どうもです。以前あのタオルもいただきまして。そうそう、あれでも飾ってくれてるじゃないですか。ああ、もう本当にズブズブなんですね。ズブズブですよ。、はい、やっぱり店長はもうこちらのタオルですね。そうこちらのタオル、トリプル G のサインが入ってるこれ。おー、あー本当だ。あ、じゃあ後で僕のサインも横にちょっと書きしようとするんですか。結構です。あれ藤谷選手とかね、こういろいろとあるわけで、すごいっすよ。あ、本当だ、サッカーの勝手今年の。おー、すごい。ちなみにおすすめはありますか。食べたいものがおすすめです。食べたいものがおすすめです。名言です。自身金曜日土曜日限定で、はい、タンタン麺とカルボがあります。あ、で今日お昼に、はい、柏木選手来てくれたんですけど、柏木選手は、はい、明太カルボ食べました。へー、気になってたやつか。夜来ればよかったのに。確かに。さあ、こちらが担々麺でございます。美味しそうですね。すごい。武田さん、めっちゃうまそうです。先にじゃあ我々いただいていいですかね。どうぞ。あ、じゃあすいません、食べてください。いただきます。美味しそう。運転しようときは先に、はい、いただいてください。今日あの運転してくれたトコペンさんが、こちらはですね、ピースしてる。これは何を頼まれたんですかね。エビの香る。エビのやつです。担々麺です。もう一気に豪快にいきます。はい、どうですか。はい、星3つです。いや、ちょっとね、武田さん、あ、やっとこれが、はい、鶏白湯のカルボつけ麺、いただいてよろしいですか。はい、じゃあいただいて、いただきます。はい、こういうのって卵を崩しちゃった方がいいんですかね。手にしてください。それはお好みなんで。全部混ぜちゃおう。バターも卵も全部混ぜて食べちゃいます。あ、いただきます。ちなみにチャンネル登録はしてくれてます。フォローしてます。あ、じゃあもうチャンネル登録をぜひ。豊広さん、隣のお兄さんもぜひよろしくお願いします。まだ私が食べてる途中でしょうが。え、何。あ、お前もう卵崩してるじゃん。今取れてないよ。崩しましたよ。どこ崩していいか聞いたんですよ。やっちゃいましたね。これちょっと
野口くんに怒られますよ。いやいや、ぶつ取りしてるから確認したじゃないですか。卵崩していいんですかねって聞きましたよ私。改めていただきます。はい、二口目でもうまい、最高です。初めての麺菜家さん。カルボナーラのラーメン自体がまず珍しいじゃないですか。そうですね。どんな感じなんですか、うん、味は。でもあのすごいちょうどいいです。濃すぎないのでもう食べやすい感じのカルボナーラ、うん、でもあのチーズじゃなくてあのバターなんですよね、入ってるのが。あ、だからそうなんですね。すごいバターの味も効いてて、卵がマイルドにしてくれてとっても美味しいですよ。へえ、意外にしっかりしょ。本当ですか。チーズ入ってるって。バカ舌です。美味しい。ただただ訂正してください。チーズも入ってます。すごい。うまいね。ラーメンのこの出汁とかはなんだろうね。入ったって書いてましたけど。もうただひたすら食ってるんですけど、もういいっすかね。いやもうひたすら食べてて大丈夫です。うまい。ニコだってブラジルの方だよ。ニコも感じてしまいたい。ずっと黙って撮ってる。いやもう。さあ、私豊弘完食でございます。そして、今日いろいろとこう車で運んでくれてるトコペンさんも完食でございます。そして武田はもうちょっとね、食べが遅い。武田さん、はい、感想をお願いします。いや、最高に美味しかったです。最後まで美味しくいただきました。ありがとうございました。美味しかった。ありがとうございます。美味しかったです。かわいいで、ちょっとかもう一回確認なんですけど、この担々麺とカルボナーラが金曜日と土曜日限定メニュー。ちなみに月曜日、火曜日、水曜日って他の曜日はまた月替わり の、 あの限定メニューがあるんで、はい、じゃあそれがもしこれを食べたい、カルボナーラと担々麺食べたいって人は金曜日に来たら食べれるということですね。金曜日、はい、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、お願いします。いや本当に美味しいんで、あのぜひ皆さん来てください。最高でした。はい。